どうもバカッター刑事を目指して日々精進しているバカッター警察交番勤務の PDR さんです今年もよろしくお願い挨拶する暇もねえのかよあいぼ すいません。こちらの方のせいで大みそか京浜東北線が止まったらしいですうわマジ迷惑まあ年末家族の集まりとかあるからそこで嫌なことでもあったんですかね相棒わかったからおうってか思ったんだけどさこの子なんか。 相棒と同じ匂いがする。YouTube とミーメーシーに出会ってない PDR さん。なるほど。中二病で一生何もいいことがないと、こうなってしまうのか。ここで問題です。信念といえばえなにも、もちいや、お年玉あ、わかった初詣ブブー。正解は、道頓堀ダイブでした。は <laughs> なんかいつもと比べてギャラリーの皆さんすごい盛り上がってますね。みんなお酒入ってるから。ああ、そっか。<music> ここまで盛り上がるんだったら飛び込みたい気持ちちょっとわかるかも。ねえ。わあ、すごいねえ。まるで道頓堀に人が飛び込むのを見たことないようなリアクションだね。 お酒って怖いなんだこのヒーローみたいな扱いはまるで火事の中から赤ん坊を助けたかのようなリアクションじゃん川に飛び込んだだけなのにこのお兄さん完全に味を占めましたね次のバカッターもニューイヤードートンボリダイブですまた 何がやるやん。だよ。汚え水に飛び込んだだけじゃん。俺がトイレに飛び込んだら同じリアクションしてくれんのか自衛官募集してるんだ。あ、あと、ダブルダイブ。すごいね。次のはフォロワーさんに教えてもらったんですけど、ちょっとオールドスクールですね。動画ではなく、写真でございます。おもちゃ屋で、次々に福袋を破いて、中を確認し、買わない家族。はぁ少しぐらい覗くのはわかるんですけど、これこれなんで こういうやつの子供がバカッターになるんだよなこれは家族の一人がゾンビになってしまい噛まれないように運転してるからこうなっちゃってるんですねもしくは頭がおかしいポテトサラポテトサラ <laughs> <laughs> うんトレイを間違えて捨てることたまにありますけどわざとやって何が面白いのこれをやった人もし見てましたら何が面白いのか具体的に教えてくださいそして「これやばいから!」<laughs> と書いておきながら取り続けるアホ。 ということで、こういう動画が持ってみたかったら、ぜひ高評価お願いします。そして皆さん、もしバカッタを見かけましたら、PDR さんのツイッター、あ PDR の PDS までお願いします。じゃあ。どうとダイブって本当に理由は何でもいいんですね。理由何でもいいといえば、PDR さんのパーカー、絶賛発売中です。興味ある人は、してのンクから飛んでください。